ラインが近づいてきましたよね。はい、あの名古屋で開催中の日本一のチョコの祭典、そして人気パティシエのチョコ作りの舞台裏をご紹介します。どうぞ。JR 名古屋高島屋で開催中のアムールドショコラ、連日大勢の女性客でにぎわっています。去年は来場者80万人以上、売上は22億円、日本一の規模を誇るチョコの祭典です。5、6個当たってる。もともとは5000円ぐらいかなと思ったんですけど、もう予想以上にオーバーしてて2万円くらい買ってしまいました。1年分頑張ったので。会場には国内外150以上のブランドが出展。世界的にも有名なショコラティエのチョコレートが一堂に会し、そうそうたる顔ぶれの中にはこの人も、シェ柴田の柴田武さん、岐阜県多治見市出身で、今や東海地方だけでなく中国やタイなど海外にも店を構える地元が誇るパティシエです。柴田さんにとってもアムールドショコラは特別だといいます。日本一の売り場っていうところで、それだけでもお客様のやっぱ期待が高い。10年以上出させてもらってて、その中でも一番やっぱり気合い入ってますね、はい、特に気合いが入っているという今年のバレンタインのために、とっておきの新作が用意されていました。一昨年10月、アフリカを訪れた柴田さん。大陸の西部に位置するコートジボワールです。中心部から車を走らせることおよそ5時間、道なき道を走り続け、ようやくたどり着いたのはとある農園。あれだ、あっちの方がいい。さあ、お目当てはここで栽培されているチョコレートの原料カカオ。簡単にこうこれを見ることはやっぱりできないんで、ね、やっぱり現地でやっぱり見る、で味わう、あとはその空気感を知るっていう、体感するっていうのは絶対にそのものを作る前前提で絶対必要じゃないかなというふうには僕は思います。コートジボワールは世界のカカオ生産量の3割以上を占める一大産地。自分が使う素材を確かめるためにわざわざ足を運んだのです。すげえ綺麗だこれ、すげえ綺麗だこれ。実を割って中から出てきたのが生のカカオ豆。早速その味を確かめます。すごいこうストレスな感じで、ちょっとね、南米とかベトナム のカカオ豆に行きましたけど、まあ、初めて食べる香り、品種によって違いますけど、まあ、柑橘系の香りがしたり、まあ、パッションフルーツだったりとか、あとはバナナの香りとか、そういった香りがしますね。チョコの仕上がりの決め手となるカカオの味、その生の状態を知っておくことは味を整える上で欠かせないといいます。ほとんどその現地、まあ、この生の味を知らずに、まあ、チョコレート作ったりお菓子作ったりしてる人がまあほとんどです。いやもう絶対来ないと思う、わからない。これはもう聞いただけではやっぱり自分で体感しないとわからない。柴田さんのこだわりに農園の関係者も。Ben non, c'est la première fois qu'on a la chance de recevoir un chef japonais avec nous. On aimerait bien en avoir plus.
Et surtout, on voudrait dire un grand merci à Chef Shibata pour être venu nous voir et visiter cette plantation de cacao.実から取り出したカカオ豆は現地で発酵や乾燥、ローストといった工程を経てチョコレートの原料に。この状態での出来も自らの舌で確認します。これはやっぱりその素材の大切さとかそういうのを再確認できるというか、すごい手間暇かけてチョコレートが作られてるっていうのは実感するというか。毎年バレンタインのチョコを楽しみにしてくれている人のために、日本から遠く離れたアフリカの自然の恵みも柴田さんのチョコには詰まっているんです。毎年秋にフランスパリで開かれるあるイベント会場に柴田さんの姿はありました。ゾクゾクしてきました。世界最大のチョコの祭典、サロン・デュ・ショコラ2017パリ。世界的なショコライベントブームの先駆けで、今回は世界60カ国から700を超えるチョコレートブランドが出展。個性豊かなショコラが会場を彩ります。Qui pensez du salon de chocolat ? Alors, c'est vraiment un super beau salon parce qu'on peut déguster toutes les sortes de chocolat. Enfin, moi j'aime bien. I'm very happy because I like chocolate, but there is such a lot of different perfume, you know. It is very nice indeed.パティシエやショコラティエにとっては年に一度の晴れ舞台。世界中から集まった200人以上の有名パティシエが会場に花を添えます。柴田さんも自慢のチョコを携えて今年初めてブースを出展しました。その自信作は、和の食材の良さを引き出したチョコレート、フランス人の方が食べても美味しい、でさらに日本を感じるっていうものを作りました。和を意識したという、その名もサムライショコラ。抹茶や柚子など和の食材が生かされています。日本刀をイメージしたというユニークなショコラカッターは関の刃物メーカーに特注したもの。舌の肥えたフランスのお客さんの反応は、Excellent. I especially love green matter. It's a really good combination between sweet and acidity. You know, this combination for me is perfect.和の食材を見事にマッチさせたショコラは会場での評判も上々。そんな出品作の中に日本人ならではの感覚で生まれた驚きの一粒も。今年のバレンタインのために柴田さんが用意した新作です。試食した地元のショコラ評論家は、初めて食べるその味わいに評論家も驚きを隠せない様子。柴田さん、一体素材に何を使ったのでしょうか。椎茸の香りから実はキャラメルのフレーバーを感じることができるんですよ。で僕は物を作るときに香りと香りをつなげて、商品を作るっていうことをやってます。なんと素材に椎茸を使ったという、その名も山椒椎茸のショコラ。今年の自信作です。
前から椎茸の持つキャラメルに似た風味に注目していたという柴田さん。干し椎茸を牛乳で戻し煮詰め、椎茸の旨味や香りが移ったところで、コートジボワール産のカカオ豆で作ったチョコレートと合わせます。濃厚でほんのりビターなチョコの風味が椎茸の旨味、そして甘みと意外にもマッチ。素材を知り尽くしているからこそたどり着けた新感覚のショコラ。アクセントに使った岐阜県産の飛騨山椒も味わいに深みを加えています。その新作も含め、本場パリでも絶賛されたショコラがアムール・ドゥ・ショコラでも大盛況。毎日待ちわびたお客さんの長蛇の列ができています。山椒椎茸のショコラに黒ごま抹茶、柚子キャラメルなど6種類が入った S セレクショーネ。僕はこのエリアから世界へっていうふうに出て行ってるので、特にこの東海エリアの地元の方、この方々に世界で評価されたものをやっぱり届けたいですね。はい、すごい綺麗。さあ、そのシート